ちら今画面に映っておりますがのが赤の柔道着米川明穂選手、筑波大学3年生になりました。78キロ超級最重量級の昨年の全日本ジュニアチャンピオン、非常にこう重量級離れしているというか技の切れる選手です。そしてこちらが先ほど1回戦から登場いたしました78キロ級の元世界チャンピオン梅木真美選手。4カードです。78キロ級の世界チャンピオンと78キロ超級の全日本ジュニアチャンピオンの戦い。梅木選手早くも自分の形を作りました。早い、早いですね。梅木ロックがすごいですね。梅木ロックですね。梅木ロックがすごいです、はい、あの引き手で深いところと釣り手で奥襟で相手を抱き込むようにして固定して体を寄せていくというのが梅木選手の戦い方、金丸さん言うところの梅木ロックですね。なんか名前つけといた方がいいのかなってですね。次から使わせていただきますよ、はいはい、これやっぱ重量級でもやっぱり回避できないんですかね。米川選手しかしそん嫌いすぎてないですね。そうですよね、はいはい、体勢も悪くないし、はい、組手は左合い四つ。まだ探り合いなんですが、探り合いがすごい迫力でしたね。お互いがっぷり組み合って、ここでちょっと離れる間合いがあったところで、こう指導がお互い取り組まないという形で指導が一つずつ与えられました。米川選手が一つ崩し技の内股を見せて、梅木選手がロック。来ましたね。捕まえ、ささ、逆に振る。お、ささえ。この苦しくなって体揺するとあの来るんですね。大外、大外刈りから押し込んで技有効。強烈ですね。あの梅木ロックからの大外刈りは。あのロックを嫌がって体揺するとそこに技が来るんですよね。やっぱ反応しちゃうと良くないですよね。あれ。あんな奥襟を持たれたらもう落とせないと思うので、うん、本当に持たれないことが一番だなって思いますね。早い持たれましたよ。また持たれちゃいましたね、うん、この持たれる前に寄るのも持つのも早いんですよね。真っ向勝負の方がいいんじゃないですか、うん、これだってポイント取られてますからね。そうですね、はい、また米川さんのいいところはそこだと思うのですが、米川選手も奥襟持ってますもんね、うん、おー外、おー外、うん、足車的に入りましたかね。もうそうです、浅めに入ってますね。逃げられないところ、ちょっとこれは梅木選手強い、うん、ちょうどいい膝の逃げられないところにかかってましたね。さすがですね。ちょっと米川選手いいところを出させてもらえませんでした。いや強かったな。ただいまの試合、白梅木選手の一本勝ち。決まり技、大外刈り。大外刈りになりました。大外刈りって言ってました、はい、ちょっとスローを見て前隅だったら、もう古田さんは技名にこだわるから。決まり技にこだわるから、そこが一番面白いところですよね。そうですね、このいやあれは違うと、はい、それで柔道談義するのがいいんですよね。そうです、そうです、はい、この技名を判定しようとすることによってみんなが技の利合いを分かっていくという、はい、やっぱ技の利合いがあって技名がありますからね。どうですか。あ、ちょっと足車っぽいですね。前隅に落ちてるから足車でもいいかなと思うんですが。そうですね、大外刈りと後ろに倒さないといけないので。